はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は低速の決断法、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ノルウェー沖の資源確保とアフリカ西海岸の資源確保を行いました。で今回はその続きになるんですが、いよいよね、イギリス軍の拠点に攻撃を仕掛けていきましょう。ドーバー海峡、あとはジブラルタルのこの2つになります。でそれぞれの進軍ルートなんですが、まずアイルランド沖にいる主力艦隊第1、第5、第7艦隊ですね。この艦隊を持って、ドーバー海峡に進行します。で、ドーバー海峡から万が一入れ違いに、アイルランドにイギリス艦隊が入り込むという事態に備えて、アイルランド沖には第10艦隊を残します。で、一方ですね、アフリカ西海岸を占領した部隊主力第2、第3、第4艦隊はこのまま北進を続けてカナリア沖に入り、カナリア沖からジブラルタルに進行するというルートですね。で第14艦隊も一応随伴させます。で地中海の方にはイタリア近海に配備している、第6、第8、第9艦隊をこのまま留め置きますというところになりますね。では輸送船を作っておいて、ノルウェー沖に配備しておきましょう。さあドーバー海峡なんですが、この第1、第5、第7艦隊もね、歴戦の艦隊かつ主力艦艇が揃ってるんで、まあ大丈夫だと思うんですが、まずイギリスは第1艦隊が入ってきてますね。これは空母が入ってるな、ちょっと危険な空母が入った第1艦隊で、第2艦隊の方には、空母も入ってるし戦艦も入ってますね。キングジョージ型の戦艦、まあ、ただ旧型って言っていいのかな、 35.6センチ砲です、主砲は。あと第14艦隊も入っているっていう形ですね。なので、まあ、ここで勝利できれば、日本軍の勝利は決定的なものになるかなと思います。まあ、ここでね、壊滅的なダメージを受けないことが重要かな。そうなるとまあちょっとね、これだけの相手になると無傷というわけには多分いかないと思うんですが、主力の空母が沈まないようにだけはしたいですね。でこっちに配備している第1、第5、第7に入っている空母のほとんどが走行済みなんですけども、走行が施されていない空母も2隻ほど入ってるんで、まあそのあたりはね、慎重に慎重に敵の航空基地叩きつつ、敵の艦隊の位置もね、見極めていかなきゃいけないですからね。敵の艦隊を発見する前に飛行場を1個でも2個でも潰しておきたかったけど、まずは敵の艦隊ですね。しかも空母を発見してる。まず空母は沈めないとな。早急に。まずは敵の、これは第一艦隊かな、第一艦隊の空母部隊はほぼほぼ壊滅させたでいいかな。最後に空母が一隻残ってますが、コロサス級の軽空母も撃沈しましたね。
何、こっちに空母部隊がいるじゃないか。こっちの空母部隊沈めないとまずいな。しかも戦艦部隊も出てますね。だいぶ気を取られてたんで、こっち側にいる戦艦空母部隊が丸々残ってますね。まずはしっかり空母を沈めよう。敵の空母さえ沈めれば敵の直撃機も減らせますからね。味方の損害が結果的に減ります。これで敵は撤退の方向に入っていってるで合ってるかな。キングジョージ級の敵戦艦も撃沈してますね。足の速い駆逐艦相手にはやっぱり魚雷攻撃の方が有効なんだよな。さあこっちの方にも座礁気味の戦艦が2隻残ってんだな。一旦これで敵の位置を完全に見失いましたね。この間に敵の航空基地を叩きましょう。でさらに敵の基地近くに停泊していた敵艦隊も発見してますね。夜明けまでにね、ある程度決着をつけたいな。さあ、軽巡、大道級、D 型軽駆逐艦、巡洋艦撃沈してます。さあ夜が明けてこれで残りの敵の艦艇数多くはないです。さあ味方に損害が出てるかどうかだな。第7艦隊の方から軽空母2隻が、小波中波してますが、まあ、この程度であれば1週間で多分回復するでしょう。ドーバー海峡のドックで。さらにはじゃあカナリア沖ですね。さあここはね、なんといっても装甲化されていない空母が多いんで、敵よりも早く位置を発見して攻撃するっていうのが、まあ、勝敗を分けますね。さあ空母が入ってるな。ここは敵よりも先に空母を沈めちゃいたいけど、まずは空母1隻撃沈、さらにもう1隻撃沈。巡洋艦が大破してる。ながら型の軽巡が大破してるね。
久しぶりに鑑定にダメージが出たんだな。偵察機が飛んでるってことはまだ近くに敵の大型艦がいますね。本当に足の速い駆逐艦はね、爆撃機泣かせですよね。さあ、一度これで敵の位置を完全に見失ったので、この間に敵の航空基地を叩きましょう。いたね、まだ敵の艦隊だね。こんなところに空母が北上してますね。しかも結構大きな艦隊だな。これは取り逃がすな。ちょっと追いつけないでしょう。これはジブラルタルまで追撃戦になりそうな感じかな。追いつけないですよね、きっとね。まさか一個艦隊で反転してくるとも考えづらいんで。せっかくスパイ入れてたんでね、戦力分析ちゃんと見とけばよかったですね。それともまだ戦う交戦の意思があるのかな。そうですね、カナリア沖からはイギリス海軍は撤退。味方の方は長良型の軽巡が一隻撃沈されてます。追尾魚雷がついに完成したな。これでまたね、戦力が一気に上がるんじゃないかな。あとでかいでこういいですね。時間よりも激しい音を立てることで音響端子によって追尾してくる敵の魚雷を錯乱させると。あとは錦の飛行艇が完成してます。そしたらこの後なんですが、もうスペイン沖はそのまま放置していいと思うんで、まずカナリア沖ですね。カナリア沖、第3艦隊で一隻軽巡失ってるので、第14艦隊、これ補給用の艦なので、ここから軽巡一隻増強しましょう。でその上でですんで、消耗かな、消耗している航空隊がある空母には航空隊の増強を行います。でドーバー海峡に入れた艦隊は修復中ですね。大丈夫ですね。でイタリア近海の方に入ってる艦隊はちょっと再編だけしましょう。そうか、ここの艦隊はまだちょっとダメージが残ってるんだな。そうすると第12艦隊の方に編入しちゃう。第8艦隊から編入しましょう、残ってる艦艇をね。で損傷艦はそのまま残しましょう。空母の数がちょっと多いか、足を走ってる、こいつを入れちゃったんだな。よし、これでいいでしょう。で第12艦隊の方は空母に艦載機が乗ってないんで乗せていきます。ちょっとそのための艦載機の数が足りてないんで、特艦で生産します。生産するのは24の長距離爆撃機を
80機。もうちょっと作ってもいいかな。まあ、ただバカラ型の攻撃機も、71機も丸々作っちゃいましょう。これでイタリア近海に入っている空母に補給します。そうか、第6艦隊の方に勝破している空母入れる。勝破だったらまあなんとか戦えるでしょうっていうね、ことをしていると沈むっていう。で、第6艦隊の方は入ったでいいね。で、第12艦隊の方の空母に艦載機の補充をしていきます。バカラ型の攻撃機が入っていると敵の水上部隊へのダメージがね、期待できますからね。おっと、やっぱりここでちょっと艦載機の数が足りてないかな。まあいいでしょう。じゃあこれで一旦送ります。あ、その前にごめんなさい、ちょっとね、もうそろそろクリア目前なのでセーブだけすいません、ちょっと入れさせてくださいね。ジブラルタルにこの後進行していきますんで、さあ、ではちょっとお見苦しいところをお見せしてしまいましたが、一旦送ります。さあ、ではまずイタリア近海から第6艦隊、これを西地中海からジブラルタルへ、まあまさに西地中海かな、そういう意味だと。で、第8艦隊は残さなきゃいけないので第9艦隊、これ潜水艦隊ですね。で、第12艦隊、これを西地中海へ。まずはこっからかな。で、一応ね、スパイも入れておきます。まあ、西地中海はね、この後取る予定なのでいいんですが。おっと、アイルランド沖に敵の艦隊が出てるのか。まあ、ここはね、第10艦隊を残しておいて正解でしたね。大舞台だな。かなりの大舞台ですね。航空基地の再編もしていなかったんで少し厳しいかな。これを見るとドイツ軍の方にかなり損害が出てますね。空母を先に沈めないと危ないな。
空母がまだ3隻残ってますもんね。敵の爆撃機も迫ってるしな。さあ、夜間に離発着できるっていう利点を最大限に生かそう。さてと、逃げ切れるかだな、足の速い駆逐艦相手に。軽空母千代田が大破だね。二次型の装甲空母が残ってればまだ戦える。このまま一旦敵の艦隊を振り切りましょう。弾は振り切ったけど、敵のあれだな、偵察機に見つかってるんで爆撃機が飛んでくるんじゃないか。一方こちらは見失ってるんで、戦艦部隊に捕捉されたな。ここはね、砲撃戦ができるような艦艇が入っていないんで、残りの正規空母1隻と軽空母1隻でなんとかしのがなきゃいけないですね。いや、まさかアイルランドに反転攻勢を仕掛けてくるとは思わなかったな。イギリス軍もまだまだですね。さすがだな。いやー、まだ敵の大空母部隊が残ってるね。まあ、ただこのアイルランドを攻めてきてくれたってことは、ジブラルタルにあまり艦隊がいないはずなんで、カナリア沖からジブラルタルに侵入すれば、重要拠点、イギリス軍の最後の拠点になっているジブラルタルが取れますね。さあ、座礁しているこれは何？正規空母が残ってるだけまだマシだけどな。
いや、こんだけ集中砲火浴びて沈まないこの戦艦、何これ。 D of York。 あとは敵の艦隊から逃げるっていうね、ちょっと情けない戦いになりますけど、なんとか逃げ切ってアイルランドに、味方の艦隊を戻しましょう。で、カナリア沖から、ジブラルタルに侵入させる。ちょっと今この傷ついた第10艦隊で、敵戦力に当たるのは難しいかなと思うので、いや、まさかアイルランドにこんだけのね、イギリス軍の艦隊がまだ余剰として残ってると思わなかったですからね。いや、この本当にディオブヨークめちゃくちゃ硬いな。最新鋭の戦艦にしても硬いですよね。あんだけの砲撃を受けてもびくともしない。かつちょっと味方の艦隊の方は少しあれですね、空母に乗ってる艦載機が枯渇してる感じがあるな。航空隊発艦してきたのね。爆撃機が8隻だけか。8隻じゃない、8機だけですね。さあ、このまま一旦アイルランド沖海戦は、まあ、痛み分けっていう形かな。アイルランドに今更航空基地を作るよりかはさっさとジブラルタルを攻略する方がいいと思うので、アイルランドにはノルウェーから艦隊を戻します。いや、ドイツ海軍は壊滅的なダメージを受けてるね。日本軍の方はというと、それでも駆逐艦1隻だけだな、失ったのは。残りはちゃんと逃げてくれたんですね。さあ、西地中海の方には3艦隊投入します。敵の艦隊が出てるかどうかだな。ちょっとここはね、スパイの情報が全くないんで。巡洋艦がいきなりタイヤか。いやー、ここも敵の空母部隊いるな。思ったよりやっぱりイギリス軍手強いな。空母が大破だと。
さらに敵の艦隊も迫ってるんだな。ちょっと団子になっちゃってるんで危ないね。ここは敵の航空基地の近くで団子になってるんで。ちょっと早く夜になってほしいな。空母が大破か。初鷹が大破してますね。まずいな。ここは一度撤退させるしかないな。撤退しよう。まさか正規空母をここで一気に喪失することになるとは思わなかったけど、しょうがないですね。地中海の守りも固いな。いやいや、イギリス軍まだまだ全然戦える力あるな。味方の損害結構出てますね。まず従順が1隻撃沈、正規空母が3隻一挙に喪失。なるほど。洋上砲台型の戦艦が開発完了してますね。さあ、アイスランド沖なんですが、ここには艦隊が戻ってくる。いや待ってね、今どこまで艦隊が戻ってるかというと、第一艦隊どこまで来てる。第一艦隊ドーバー海峡に入ってるね。ドーバー海峡からそうするとジブラルタルに行こう。でこれは結果的にアイスランドを通るんで、まあ問題ないかな。で注意しなきゃいけないのが、地中海のイタリアなんですよね。イタリアは重要海域になってるんで、イタリア取られると結構まずいことになるんですよ。そうすると第9艦隊に第8艦隊を編入しよう。潜水艦2隻しかいないけど、とりあえず3個艦隊投入できる状態にしときましょう。万が一イタリア近海に敵艦隊が入ってくる可能性がゼロではないんでね。では主力の艦隊をジブラルタルに送ります。ジブラルタルはどうなってる。敵の艦隊はジブラルタルを取ってイタリア近海を守りきれれば、この対戦を勝利できるんですよね。ジブラルタルには2個艦隊が入ってるな。イタリア近海から艦隊の増援が来る可能性もありますしね。
敵の艦隊の数がちょっとまだわからないな。どんくらいの数が出てるかね。赤城が大破？早いな。敵の爆撃機にさらされてるな。先に敵の航空基地を攻撃したがために空母からの敵空母からの攻撃が先に届いちゃいましたね。ミッドウェイと同じパターンだな。生死におけるミッドウェイと同じですね。ミッドウェイ基地攻略のために味方の攻撃機を発艦させていたところ、敵の攻撃機が先に届いたっていうね。空母赤城が撃沈か。まあ、ただまだまだ空母残ってるんで、まだまだ戦えますね。ここはしっかり敵の空母を潰していけばまだまだ勝てます。まあ、敵の空母の数多いな本当にね。さあ徐々に戦いは有利には進むはずだ。敵の空母を沈めてますからね。ただこれ以上味方の空母にダメージは出てほしくないな。運閣が大破か。環境に直撃弾を受けてるね。さあここまでは五分と五分、むしろ前半押されたものの後半も押し返したんで、やや押してるっていう戦況だと思うんですよね。この間に敵の航空基地を叩いておきたいですよね、夜間のうちに。ただ残っているあの味方の爆撃機の数も多くはないんで、3回往復ぐらいしないとこれだと無理かな。距離もありますしね。そもそも届いてない。さあ偵察機が飛んでるってことは敵の空母が近くにいるはずだ。いたね。
ただすでに基地攻撃に向けて出撃しちゃってるんで、これが戻ってこないとこの空母撃沈できないんだけどね。別の空母から出撃した部隊で攻撃してくれてるね。敵艦隊の増援か。さあ、あとは敵の増援がどこにいるかだな。よし、あと2隻3隻ってところだと思うんですが、これをしっかり掃討しないとまた地中海からね、敵の大艦隊が増援でやってくる可能性があるんで。いや、歴戦の赤城が沈みましたからね、ちょっと残念ではありますけど、これ以上の損害を出さないことが重要ですね。万々が一ここでイギリス軍を取り逃した場合にはもう一回戦ありますからね。その時には味方の方はちょっと空母の戦力が落ちてますからね。空母3隻おそらく損失してると思うんですよ。さあ、敵の空母はどこにいる？いたね。よし、ジブラルタル取りましたね。損害も大きかったですけど、味方のは正規クバ赤城撃沈。まあ、ちょっとここは残念でしたね。赤城がついに沈んだっていう意味では西大和は生き残りましたが、よし、これでようやくこの対戦勝利できましたね。いやー、長かったな。これ第何話になりました？めちゃくちゃ長くなっちゃったんでね、本当に皆さんには最後までお付き合いいただいてありがたいですね。このままじゃちょっとエンディングをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まあ、勝因はやっぱり途中でもお話しましたけど、2次4の
長距離爆撃機ですね。いや、神格、正規空母神格ね。飛砲、正規空母、大砲型飛砲。源流海もね、頑張ってくれましたね。戦艦の撃沈数3。空母撃沈数2。頑張ってくれたね。あとは戦艦の陸奥。巡洋艦の撃沈数11は、すごいですね。大砲型、神竜も頑張ってくれてます。雲竜型の正規空母、これもね、ハワイ攻略戦の時とかには頑張ってくれました。おお、二次装甲空母、巡洋艦の撃沈数9ですね。あとはアタカの海、これ井上さん乗せてました。双角、これも駆逐艦の撃沈数は9隻ですね。正規空母飛竜、飛竜はね、山口多門さん乗せてたんで、本当に頑張ってくれました。まあ、ここにね、大和級の戦艦が出てこないのはちょっと仕方がないですかね。やっぱりもう対戦の途中からは空母中心の戦いになりましたからね。戦艦の出る幕があまりなかったのかなっていうところはあります。でも、陸奥のね、巡洋艦の撃沈数9っていうのはすごいな。潜水艦も一応登場するんだな。潜水艦はね、もう頑張って頑張って量産量産しましたからね。
はい、というわけで、提督の決断法、ちょっとここまでね、長くなるシリーズになるとはちょっと思ってなかったんですが、無事に第46話最終回ということで、迎えることができました。最後までプレイできて本当に良かったと思います。また違う対戦ものゲーム、あるいはね、提督の決断またやろうっていうこともあるかなと思いますんで、ぜひぜひその時にはまた皆さんからいろいろとアドバイス等々いただければ本当に嬉しいなというふうに思います。本当に第46話最終話まで、ご覧いただけた方本当にありがとうございました。ではまた違うゲームプレイをしていきたいと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。